本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。シックホールディングスは、決済ソリューション事業をしている会社です。急騰した理由は、光通信が TOB の実施を発表したからです。アピリッツは、各種ウェブサービスの企画、運営、コンサルティングアクセス解析、パッケージ、ASP の開発、販売、受託開発、インフラ構築、保守、監視、オンラインゲームの企画、開発、運営をしている会社です。急騰した理由は、22年の1月期の配当金を発表したからです。バーチャレクスホールディングスは、IT コンサルティング、アウトソーシングサービスをしている会社です。急騰した理由は、22年3月期の業績予想を上方修正したからです。アミタホールディングスは、廃棄物リサイクル、環境コンサルタントをしている会社です。12月21日ぶりのストップ高となりました。急騰した理由は、最高値と比べるとかなり売られていたので、割安だと判断されたのかもしれません。MIT ホールディングスは、IT 技術をベースとした情報サービス事業をしている会社です。1月17日ぶりのストップ高でした。急騰した理由は、今期の経常利益は 67% 増加し、10万株を上限として自社株買いを実施すると発表したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。